はいさい、うすうよ、ちゅうがなびら。あきさみよ、うるやびら。さらのちゅの、名護市民会会会員連想地組装置、ぺえ、にへえ、うるやびら。今日は、北部地域の全英の新春の集いがございまして、そこにも案内を受けておりましたので、顔を出してまいりました。やっぱり農業は我が沖縄県の観光に次ぐ、リーディング産業と言ってもいいほどですね、昔から、私たちの食を命をその守ってきた、そして育んできた、農協でございますから、やっぱりみんなで、これから私たちはこう儲かる農業、かっこいい農業というようなことでですね、言っておりますけれども、これからも皆さんのお力をお借りしながら、農業の発展を、願いたいものだというふうにこう思っております。今日は南根市長を支える市民集会ということで、市委員長も遠藤、おいでいただき、激励を、くださることに大変、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。私はこれまで2期8年間辺野古の海にも陸にも新しい基地は作らせない、これを政策の一丁目一番地に位置づけるということで、これまでも多くの皆さんの支援をいただきながら頑張ってきたところでございます。そしてまた県では小長知事が辺野古に新しい基地は絶対に作らさないということで、県民の先頭に立って頑張っておられます。今はちょうどグアムにおいでいでのようでございますけれども、また小長知事を支える、しかもそれは辺野古は名護市に位置する一つの朝でございますので、小長知事を支える一丁目一番地が名護市だということで、気分をしながら市民と共に頑張っているところでございます。今の状況は大変厳しい状況と言わざるを得ない部分もあります。しかし小長知事が願書を発される件で今裁判を起こしております。知事が持っておられる多くの権限、そしてあんなに大きなどでかいものを作るわけですから、当初の設計通りうまくいくはずはありません。必ず8度10度、あるいはそれ以上の設計変更というのが必ず出てくるというふうに言われております。岩国基地でも8回あるいは9回の設計の変更があったそうでございます。岩国基地はまだ遠浅の場所です。しかしオーラワームには50メートルの深さ、そしてまたそこには5800種の生き物が住んでいる、そのうちの280種以上は絶滅危惧種といわれる貴重な動植物でございます。これらを今全く無視して埋めようとしておりますが、そのためにこれからもし進めようとするならば設計変更というのが何回も出てくる、それはまた県知事の承認を得なきゃいけない、こういうことが
ありますので、これから先絶対に前には進めないという状況であります。また名護市長が持っている権限もいくつかあります。それについても何一つ今クリアされておりませんので、護岸の工事はちょこちょことやっておりますけれども、これ以上前には進めない。南で進むは止めるために進みます。今はこれ以上は進めないということで、お互いは絶対に諦めることなく、これからも力を合わせて頑張っていきたいと思います。私たち県民は戦後72年ずっと基地の重圧に苦しめられてきました。戦いは非暴力でこれまで権力とあがらうということを続けてまいりました。12月には座り込み5000日集会というのもやりました。これだけ72年もそして座り込みも5000日以上続く、これは諦めない心、負けない方法として勝つまで絶対諦めない、しかも非暴力で頑張る、これが辺野古を止める大きな力であり、そしてまた私たちがこれに希望を持って連帯をして頑張る、諦めないということを今日また皆さんと一緒に確認をしたいと思っております。我々の大会、この戦いは全国からもたくさんの支援をいただいております。今2月4日の市長選に向けて本当に多くの皆さんが足を運んでいただいたり、あるいは寒波を届けていただいたり、そして作られたビラを各家庭に届けていただいたり、私たちはこういう志を一つにする仲間、県民、国民がいることを思うと、名護市民、名護市長もそうです、絶対に孤立はしていないということが示されております。ましてや我々の先頭で頑張っている小長知事がいらっしゃるわけですから、これがオール沖縄の力でございます。私はこの8年間子どもの支援、子育て支援、教育環境の整備、医療費も含めて多くの公約を実現をし、そして財政的にも予算は膨らみ、建設事業にも多くなり、財政調整基金も2倍以上に膨れ上がるというふうに安定した財政運営もできてきました。これは私を支える与党議員の皆さんをはじめ市民、県民、多くの方々の支援があって初めてできたことであります。だけれどもまだ一つ心残りがあります。これが辺野古の問題です。これを閉じ見るまでは進むやな、今頑張れと大きな激励を受けて3期目に履行するということになりましたが、この3期目はそれこそ辺野古を白紙に戻し、
そして辻見をするための4年間だと思いますので、皆さん力をお貸ししてください。選挙戦真っ只中で相手候補は金も国からの大物もどんどんつぎ込んできております。自民党本部からは選対の親分が来る、菅官房長官も来る、二階幹事長も来る、28日にはしんちゃんも来るそうです。クレヨンしんちゃんならいいけれども、小泉進次郎のごときに我々沖縄県民名護市民は惑わされない。そしてこの選挙戦にあたって新聞社マスコミ等のからの候補者同士の対談、あるいはまた名誉大学の学生からの要望である対談で、また名誉大学では評価の一環として両候補を読んで話を聞きたい、名護市の税収もそれを実現したい、こういうことを申し入れをしておりますけれども、忙しくて参加できないと。しかし忙しいというのは何で忙しいのか、これを私たちは候補者として自分の政策を、そして信念も含めて市民にはっきりとお互いが論を交わし、そして政策を訴える、そのことによって真に名護市民は選択のチャンスを得ることができると思うんですが、それさえも相手はやらないんです。忙しくてではなくて、これヒンディトゥルービシが投稿しながらいろんなものを、あれもタダにします、これもタダにしますみたいなチラシを作って今ばらまいております。この財源どこから来るんでしょうか。大変合金だというふうに彼らは言葉にしては言わないけれども、もらえるものはみんなもらいます。もらえるものはといったって再編合金というのは辺野古の基地を作るということが前提で交付されるものであります。したがってもらえるものはというようなことはですね、全く当たらない。こんなことに対しても我々は騙されてはいけないというふうに思って、今日は市委員長もお迎えをし、市民県民の皆さんにお願いと、それから叱咤激励と合わせて、この選挙絶対に勝たなくてはいけない、負けられない選挙だということを今日は市民どうもお話をしていただけるというふうに思っております。今この戦いは我が名護市、あるいはその沖縄県内の問題ではもうなくなっております。民主主義、地方自治、そして市民県民の人権権利、そういうものを今問う、そういう選挙になっているんです。ですから私たちが
この選挙を勝つことが日本の民主主義と地方自治、そして私たちの人権権利をしっかりと守ることができるんだということを全国に、それから日米両政府に示すことができる。この選挙というのは民主主義という制度の中では一番はっきり分かりやすい答えを出すことができるんです。ですから皆さん、ぜひ2月4日民主主義と地方自治を守るためにも、私たちお互いの権利を守るためにも、必ずや勝ってみせて、でそして11月の県知事選、その天王山まで、その流れ、勢い、そのうねりをもっともっと大きくして、前回の知事選で見せた10万票という大差、あれをもう一度日米両政府に見せつけようではありませんか。そのためにも名越勝たんで投げるんだ。皆さん、最後の最後まで力を貸してください。ありがとうございます。